つもと軍の編成が違うだけでここまで機能不全に陥るとは。いくら模擬戦とはいえこれはまずいな。俺たちの軍はまるで連携が取れていない。ファラノが参ったぞ。押されておるのか。父上が心配なのじゃ。彼女は光秀殿の娘。父親と一緒ならうまく連携が取れるはずだ。光秀殿のもとへ向かってもらえますか。ご案内します。おう、了解なのじゃ。道中の敵はわらわに任せよ。ここで華麗に忍びが登場。合流なんてさせませんぜ。黙って行かせてはくれぬか。父上のため押し通るのじゃ。の将兵とは勝手が違うわ。せっかくの増援もこのままじゃ無駄になる。力を発揮できる相手のもとへ誘導すべきだろうな。父上の危機なのじゃ。バラワが助けに行くぞ。父上、やっと会えたのじゃ。とはあなたでしたか。娘とならうまく足並みを揃えられるでしょう。光秀殿の部隊はこれで大丈夫だ。さあ次は反運長、援軍として参った。随分劣勢のようだな。カーン殿が来てくれたか。うまくやればカコウドン殿を焚き付けられるかもしれない。カーン殿、カコウドン殿が苦戦しているようです。案内しますので加勢してもらえますか。承知した。こうも思い通りにならんと少し仕置きが必要か。新政軍の面々は手間取ってるようじゃねえ。それじゃあ我ら武田には手も足も出んよ。さあ、滝に出してやろう。軍神、カウン殿か。仲間と合流されては厄介だ。この雪村がお相手いたす。敵軍はめよかろう。お主の槍、拙者の刃で打ち砕かん。やっ、アコート、助立ちに参った。押されていると聞いたが。余計なことを吹き込んだ奴がいるものだな。貴様の手など借りぬ。そこで見ていろ。カコウトン殿の目の色が変わった。きっとこれでなんとかなるだろう。おいおい、すっかり包囲されてるな。武田軍相手じゃ分が悪いか。最後は芝生殿か。カジュウ殿のもとへ案内するのがいいだろう。芝生殿、カジュウ殿の部隊に助成してもらえますか。俺たちが案内します。ああ、分かったぜ。カジュウなら一緒にいても気が楽だ。敵の増援か。親方様のためにも通すわけにはいかない。そうなるよね。めんどくせえけどやるしかないか。やあカジュ、援軍に来てやったぜ。師匠、俺を笑いに来たのか。まあいい、
来たからには手を貸せ。二人は噴霧の友、息ぴったりにうまく動いてくれるだろう。信玄公、遅くなり申し訳ない。ここからは我ら徳川軍が助勢いたそう。わしらも行くとするかね。本番はここからじゃよ。総員、我がより入間ず敵の援軍を迎え撃ちなさい。敵の包囲は俺が決定。総員、中央を守りきれ。今さら敵の増援とは。体勢は塔に立て直した。迎撃し、勢いは俺たちにあります。このまま信玄殿と家康殿を倒しましょう。ただの気まぐれで、この力で皆を守りきる。いざ尋常に勝負。真田の忍びとしてここは負けられない。ドロこそくな手を使いよるわ。娘をこれ以上危険な目に遭わせたくないですね。私が前に出ます。今日の父上はいつも以上に気合が入っておる。かっこいいのじゃ。影の遠兵剣山、よっ、待ってました。さすがは半蔵の旦那。この加工現状を抜かせると思うな。さすがは加工と見事な覇気。叩き取り出とならん。ごめんなさい、突破させてもらいます。家康様を守らないといけないので。敵に切り込む。そのまま敵を引きつけろ。各部隊、孤立せぬよう注意するのだ。他獣に任せとけば心配いらねえな。俺は適当にやるか。関羽の力などいらぬ。俺たちの力でこの戦に決着をつけるぞ。バラコートンばかりに任せてはおけぬ。拙者も参らねば。ここまで勢いがあるとは。急増軍とはいえ侮れぬ。悔しいが引く。それが最善だ。任務を完遂できないなんてダメだ。ダメすぎる。家様に手出しはさせません。幽霊は裏切らん。この状態の直虎が相手なんてな、まるで手が抜けねえぜ。こんな平地止められまいぞ。この機を逃すわけにはいきません。諸突です。光秀殿、模擬戦とはいえ一切手は抜かぬ。さあ我に挑め。お互い娘が見ている前での戦いです。私も譲るわけにはいきません。この戦場、俺が混沌に飲み込んでやろう。ここを抜ければ敵本陣は目前。皆猛進します。なんか面倒くさそうなのが来た。とっとと片付けるに限る。こんな戦った娘、いざ、いざ尋常に勝負。敗北というのもなかなかだ。またお前と戦える日が楽しみだ。
君を背負うに負けられぬ。勝利は目前だ。敵を駆逐しろ。シーズンヒーロー加工と拙者も参ろう。勝手にしろ。師匠たち援軍を誘導したのはお前か。おかげでうまく回っている。いえ、俺は少し手伝いをしただけです。皆が実力を出し切れたり、よかった。すればいい。模擬戦だけど多くのことが学べたな。俺は相変わらず何もできなかったが、皆の絆で勝ち取った勝利、そう言っていいだろう。徐々は謙虚なのじゃ。そなたのおかげで勝てた。わらわはそう思うぞ。